茶大の瀬瀬と申します。ちょっと午後の一発目ですごく眠いところで、しかも手を動かさないのでとても寝やすいとは思うんですけれど、今僕らがやっている仕事の、前段というか、今回のこの、統合データベースの、講習会にも絡んで、でどういうふうに、僕ちなみに所属は、情報学科に所属をしていて、情報を扱う、こういうコンピューターを扱うことの専門家なわけなんですけれど、なんで、そういう人がこういう、生命科学、もちろんその生物に興味があってやっているわけなんですが、どうしてそういうことをやっているのかというような話を、どういうふうな視点で見ているのかというようなことを、30分ぐらい、話したいというふうに思います。で、話の流れは、大雑把に言って、3つ、大体上2つが、今日の中身 で、話したいことは、まずデータベースっていうのは、生命現象の、まず写真のようなものなんだよということを、話をして、でその後、我々の僕らの研究であるそのデータベース、写真の中から、生命現象をどういうふうに掴んでいくのか、どういうふうに考えていくのかということを、その後に話して、でその後、結局やっぱり実験もとても重要で、そのデータベースさえあればいいんじゃなくて、実験もちゃんと必要で、みんなが一緒になって、タッグを組んでちゃんとしていかなくちゃいけないんだよというような、大雑把な話の流れになっています。で皆さん今までデータベース、統合データベースのこの、講習会でデータベースを我々オーダー検索とか、いろいろ見てきたと思うんですけれど、じゃあデータベースって一体その何なんだろうかっていうことを、少しその生命実験との対比で少し考えてみると、実験っていうのはその生き物そのものを何かしらこう観測をするというのが周りの実験なので、生き物自身の問題点というか、生き物自身が、扱うの難しい点というのは元に戻らない、一度何か物事が起きたらその細胞は元に戻ることはないだろうし、2回同じ実験をしても2回同じ結果が出るとは必ずしも限らないというのが、ある一つの、生き物というものを、持っているこう制約なんですね。でだから見るべき瞬間というものをある瞬間は見逃してしまうと、あ、しまったと言って二度と見られないということが起こり得ると思います。で、そのために何度も実験できるようにみんな同じような形を作ったりとか、同じような実験形を作って、再現性の高いものを作ろうというふうに、していると思います。でそれに対して、データベースのいい点というのは、データベースは元に戻せるんです。データを少し変化させたりすることで、変更もできますし、あるいは、データのその内容と、あと操作っていうものが蓄積されていれば、今やった結果っていうものは5年後全く同じ操作をしてあげれば全く同じ結果になる。そういうふうに、データベースは復元が可能なので、その復元ができるということが、再現性があるというのはとてもいいメリットです。だから冷却操作があれば未来永劫同じ結果が得られるはず。だから、みんな一生懸命データをどんどん蓄積をしていって、で、どんどん解析をしていこうと、そういうような、食べる方に、頭がどんどん向いていくわけですね。で、だからといって、全ての情報が詰まっているわけではなくて、生き物の細胞自身には全ての情報が入っていますけれど、実際その実験をして何かしらデータを落とす段階でいろいろこう外しているものがあるので、そういうものは元に戻せない。だから、ある種の写真のようなもので、細胞のあるワンスナップ、ある瞬間をパッと撮ったものというのが、データベースになっていて、いるというような現状があるというふうに、思っています。質問とかあったら適当に、その場合挙手をするなりして、質問します。一つの例なんですけど、これヤブサメの、連動写真で、左上から、馬がこの頭にいて、で馬がだんだん来て、で矢が当たって壊れると。で、こう何か物事が起こっているっていう、そういう現象を、生命の中で起こっている現象というふうに捉えてあげると、僕らが写真を撮ったり実験をしたりする場合、この全ての時間を、再現できるわけじゃなくって、実験を撮れる瞬間っていうのは何かしらこのある一瞬一瞬なわけですね。
でも、このフレームを見れば、なんとなく僕らの経験から、ああ、矢はだんだんこう飛んでって当たるだろうとか、当たったものはこう壊れてるだろうとか、そういうような、過去の経験や、あるいは物理的な法則から、そういうのをすべて補完をしてあげて、それで状況を見ようというふうになっていくわけです。なので、データベースに入っているのは生命現象全部じゃなくて、こういうワンスナップスナップが入っているので、僕らはこういうスナップのデータからどういうふうにもう物事、生き物の中の物事が起きているかということを再現できるかというようなことを考えて、日々そういう手法を作っているというふうに考えていただければと思います。で、そういうデータを使う、今矢部さんの例に、写真にあったみたいなそういう、データを使うということを、考えたときにデータの使い方には僕は大雑把に言って3種類あるというふうに、現状を持っています。3種類というのはシミュレーションと呼ばれるものと予測と呼ばれるものと分析と呼ばれるものの3つです。最近その生物の中でもシステムズバイオロジー、システム生物学とか言って非常にシミュレーションを重要視するようなその生命をシミュレートしましょうというような、そういう流れが、あります。広い意味でデータの解析も全部含んで最近はシステムズバイオロジーというふうに呼ぶ傾向もあるんですけれどすごく狭い意味合いでは、シミュレーションの部分だけが、システム生物学に入っている、部分です。で、そのシミュレーションって何なんだというふうに言うと、シミュレーションというのは観測できないデータの部分を物理的な法則とかモデルに変換するということをします。どういう例があるかというと気象予報なんかそうですね。先ほどの矢部さんの例もそうなんですけれど、気象なんかは、大体物理法則が全て決まっていてというか、ある程度分かっていて流体力学の法則に大体こう乗っかっていてで昨日、今日という天候があれば大体明日のものも保管をして予測をできるし例えば今日でも12時と3時の気象の情報があれば大体この2時とか1時とかっていう情報は保管ができる。そういうようなこう観測できないんだけれどでもその部分はモデルとかで保管をしましょうというようなそういうものを考えるのがある種のシミュレーションです。なので、こういうデータがどんどん取れてきているからそういう部分は残りの部分は保管をしましょうというような雰囲気でやっているのが、シミュレーションだというふうに思います。で、僕らがやっているのは実はこのシミュレーション以外の部分で予測と分析っていうのを、僕らのところではやっています。予測というのはどういうものかというと、物理法則はよくわからないんだけれどでもとりあえず当てたいっていうような例です。例としては、がんの発症を予測したり予備を予測したりっていうのがあるんですが、例えばレントゲンデータとかあるいは、いろいろなこう採血データとかそういうようないろんな観測データがあるとそういう状況の下で、あなたは何年後までにがんになりますかとがんの人に対してあとはあなたの人は大体何年ぐらいですねっていうのはそういう予測をするということですね。でこの予測をするときには別にがんに物理法則がこの中あるわけじゃなくって大体過去のデータしかなくって、こういうがんの、腫瘍の長さ腫瘍の大きさが何ミリだったら何年間どうなっているとかそういうような過去のデータしか頼るものがないので、そういう物理法則は分からないけれど当てましょうということを考えているのが予測です。で3つ目の、分析は、データの中に潜んでいるこう、傾向を調べたりとかあるいは可視化をしたりとかそういうのが、分析に入ります。これはなんか予測をしたいぐらいなんか傾向が分かっているわけじゃないんだけれどとにかくデータの中に潜んでいるような、雰囲気を知りたい。でちょっと生物の意味じゃないんですけれどよくあるのは、商品コンビニなんかで同時に購入する商品を調べるそういうのは、同時に買ってくれる例えば、弁当 と、なんか、お茶を同時に買うんであれば弁当を買ってくれる人に対してお茶もいかがですかと推薦をするそういうような、ことをしたいために分析を行うところです。そのように、この境界領域がいっぱいあるので、
明確に分かるわけじゃないんですけれど、大体大雑把に分けてこのシミュレーション予測分析っていう3つが、大きくデータの使い方になっているかなというふうに思います。でデータ分析の重要性は、実はシミュレーションは法則が分かっているのであまりデータが重要じゃなくって、この予測とか分析を使う場合には非常にデータが重要になってきます。特に、生物のデータなんかはあまり物理法則が分からなくって、その細胞の中は別にニュートンの力学で動いているわけじゃないですし、もちろん量子力学も考えている必要があるかもしれないですし、流体も入っていると、そういうふうに、物理法則がパッと分かるものではないので、予測とか分析に向かって、技術をどんどん作っていくわけなんですが、そういうところではデータが非常に重要になってきているというような現状です。なので、大きく分けると、大きく流れを分けると、シミュレーションと実験をこう繰り返したりとかってするようなことで生命現象を発見するものもあるし、あるいはデータという意味では実験をしたらその実験のデータベースに行き、そのデータベースから、予測とか分析をして、でもちろん予測分析結果がそのまま生命現象の新しい発見になる場合もありますし、予測分析結果からさらに実験に回って実際に現象を発見すると、そういうような例も、あります。で、実際にじゃあどういう例があるかというので、僕が過去に関わっていた、例なんですけれど、これは、酵母の形を見てあげた、実験の例で、実験の人たちが、酵母の形態に関して一生懸命写真を撮ってくれて、それを自動的に解析するソフトウェアを、チームで作っていました。で、やりたいことは何かというと、その酵母の形を見た時に、その酵母の中で何かおかしなことが起こっているか、おかしなことが起こっているとすれば、それは一体どういうことなのかというような、予測をしたいというような問題です。ちょっとこれ、パラメータが縦を書いてないんですけれど、細胞のある、形質をとっているパラメータだというふうに思ってください。で、この灰色のやつらが野生型の酵母で、普通の野生にいる、野生型の普通に飼われている酵母の、形をプロットしたもの。で、この赤いやつが、ごめんなさい、青いやつが野生型の酵母で、赤いやつが、なんか細胞壁合成に関係がある、遺伝子をミューテートしたときに、その形をプロットしたものです。そうするとこう右下の方になんとなくこう細胞壁合成に、異常が起きると形がずれるということが、分かってきたので、こういうところから、このデータも含めつつ調べてあげると、この辺に、細胞壁合成に関連しているわけではないんだけれどとは知られていないんだけれど、どうも関連しているっぽいというような遺伝子群がいくつか見つかってきたので、ここまで予測ですね。データを取ってデータベースに入れて、で予測をしてあげる。で予測をしてあげたら、予測がじゃあ実験を持って正しいかどうか確かめましょうというので確かめてあげたのはこれで、実際に細胞壁に異常があるということが見つかって、確かにデータ、予測が正しかったということを確かめるという例があります。こういうふうに、やっていくことで、予測というものが、実際にデータを取ってそのデータから予測をするというようなサイクルを回すということを実際に行っていました。こうすることで予測をどんどん回していくわけなんですけれど、実はこういう、予測をして結果を出すというような例ってあまり多くないんです。あまり多くないのは結構いろいろ困難な点が間にいっぱいあって、だから実際こういう例があまり多くないんですけれど、なんでそういう例が、少ないかというようなのがこの1枚のスライドに書かれている内容です。今回その統合データベースの講習の中でデータベースをいっぱい扱ってもらって、扱ってもらっていますが、実はそのデータベースに含まれている情報に、あまり一貫性がなくって、もちろん特に実験をしている方はよくご存じだと思いますが、研究室が違ったりとか細かい試薬が違ったりすると結果がこう変わると、そういうような現象ももちろん起きるので、そういう揺らぎというものは、データの中に含まれていないわけですね。なので、ある程度は一貫性はあるんですけれど、そのデータに
いろんな注釈情報とかそういう情報がまだ完璧な整備をされていないので、どうしても、情報が足りない部分があって、それで見つからないというような、例があります。あとは、伝統傾向が弱いというのは、生命現象自身があまりなんか、すごくはっきりと分かる現象が複数組み重なるんじゃなくって、弱い現象が複数合わさって何かしら起きるということが、よくそういう現象があるので、どうしても、なかなか、データの中の傾向が見られないというような例もあります。それは、一つの例として、実験による発見というのは割とそういう、緩い現象しか見られないことが分かっていて、はっきりと定まる実験を作るとか、あるいは網羅的な解析はよく最近やられていますけれど、なかなかこの実験系も、うまく作らない差が出なかったりとか、そういうような、実験的な問題っていうものは、一つとしてあります。なので、なかなかそういう、情報に対する、信頼性とかノイズとかそういうものをちゃんと扱わなくちゃいけないという点で、実験的な、一つの、工夫がまだ必要というものは一つあります。でもう一方として、計算機屋さん側も実は結構サボっていて、計算機を、扱う人はもちろんこの計算機の上にデータが入って、かつ計算機の結果が出るっていう部分を重要視するので、計算機屋さん側も実験と同様に解ける問題しか解かない傾向があるんです。その傾向があるので、どうしても解ける問題というものと生物学的に解きたい問題というものの隔たりが、まだまだあって、でなので、僕らとしては新しい手法をどんどん開発して生命現象の理解とつないでいこうというふうに思っているのが、僕らの今の現状。あとここから先は、じゃあそういう状況に対して僕らが、どういうふうにアプローチをして、で計算機さんどういうことを考えているのかと、そういうことを、話していきたいと思います。で、僕らが、やっていることの一つが、細胞内のネットワーク、いわゆるプロテインプロテインインターンション、相互作用のネットワークですね。そういうような細胞内にある、パスウェイなり、タンパク質の相互作用データなり、そういう、相互作用情報、もちろん文献でもいいんですけど、そういう情報と、あと、この後、発現量の扱いは本さんがあると思いますけれど、発現量の情報なんかを組み合わせてあげて、2つを、先ほど言った通り生物はやっぱり弱い情報しかなくって、はっきりと見えるものが少ないので、その点を複数の情報を組み合わせてあげることで、どんどん補って見つけていこう、そういう作戦をとって、データの解析をしています。でまたデータによってそれぞれ得て増えてがあって、例えばタンパク質の相互作用っていうのはなかなかその時系列とか濃度系列とかっていうような時間を変更させた場合にもう一回取り直すってのは大変なので、どうしても1回取ったらそれで終わりという傾向にあります。で、それに対して発現量の方は時間とか取るのは得意なんだけれど、そのどれが一緒っていうことをまとめるのが得意になるという部分があるので、この2つを組み合わせてあげて、組み合わせてあげればどこのネットワークが再開されているか、そういうようなことが分かるんじゃないかというので、実際に僕としてやっています。僕らの、アプローチとしては、これはポンチエなんですけれど、ちょっと情報屋さん的な、発想で書いてある絵なので、少し想像つきにくいかもしれませんけれど、それぞれの遺伝子があると思ってください。で、この線は、タンパク質の相互作用なりで、書いたあらかじめ与えられている線。で、ここにこう野菜が書いてありますけれど、野菜は、例えばその、野菜を食べたらこの遺伝子が、使われる、もっと言えばこの薬を投与したときに、この遺伝子が使われるとか、こういう環境のときにこの遺伝子が使われる、そういったような情報を、マイクロアレイなどで捉えたものというふうに思っています。そうすると例えばこの遺伝子っていうのは、リンゴとみかんとピーマンを食べているときには、よく使われるとか、この遺伝子は、ナスと、みかんとリンゴを食べているときによく使われるとか、そういうような、情報がこう入っています。でこういう、遺伝子が使われる情報というのネットワークの情報は独立して得られているので、それを組み合わせておきましょう。
で、じゃあどういう時に組み合わせてあげると嬉しいかというと、ここで我々が考えているのは、同時に、使われて、同時に発言がその強くなっていて、同時に使われていて、かつネットワークでつながっているものっていうものを発見したい。例としてこの右上の部分があるんですが、この3つの遺伝子は、みかんとナスっていうものを食べるときに、とてもよく使われると。でかつ、こいつらは線でつながれているんですね。なので、使われるっていう状況と、かつこういうタンパク質の相互作用で使われるっていう状況が同時に働いているので、このネットワークはきっと、ナスとかミカンを食べるときに働いているだろうというふうに判断をしましょう。あるいは、下側のネットワークだと、リンゴとか人参とかそういうようなものを食べるときに使われるネットワークで、この4つの遺伝子というのは、全部リンゴとピーマンを、食べるときにとてもよく使われていますというようなネットワークになっています。で、どうしてこういうネットワークを組み合わせる必要があるかというと、リンゴとピーマンっていうのを例えば考えるときに、リンゴとピーマンってこの遺伝子とこの遺伝子とあとこの遺伝子と、この遺伝子かな、そういうふうに確かにいっぱい使われるんだけれど、単に頻繁にいろんな遺伝子を動かすだけっていう因子になっていて、特にこうプロテインプロテインインタラクション上で、つながっていない遺伝子同士がこう同時に発現するよって観測されるってことがあるわけです。そうすると、もちろんそれも一つの傾向なので、結果としてはいいんですけれど、直接相互作用がないもの同士が同じ時に働くというのは、あまり、現象として嬉しくないので、できるだけその相互作用も含めてあげて、同時に発現した上で、かつ、こうネットワークでつながっているものを見つけましょう。そうすることで、偽陽性をちょっと少なくしてあげましょう。そういうようなことを、考えてやっています。で、じゃあそんなふうにするにはどういうふうに計算機屋さん考えていくのかというと、まずネットワークの方は、いわゆる向こうグラフっていうグラフの形式に変換をするということを行います。こちら側は左側が普通の観測結果で、右側は計算機屋さんの用語ですね。グラフというものに扱いを持っています。で、あと遺伝子の発現というものは、数値情報なんですけれど、ちょっと数値情報を扱うのは、一旦置いておいて、ここでは、いつ発現が強くなったかというような、こういう R1 という時に働いているよとか R2 という時に働いているよというような、働いている時っていういつ働いてますかっていうのの、要素になっています。でこれは、計算機算用語ではアイテムっていうふうに言うんですけれど、こういうアイテムをいっぱい置くようなそういうデータに変換をしています。でこういうデータの上で解きましょう。でどうしてこういう情報に持っていくかというと、こういう情報に持っていくと実は抽象化をしてあげられることができてですね、抽象化っていうのはよりデータを汎用的に扱えるようにしましょう。例えば下側のアイテムの例だと、今発言量をアイテムに変換されたことで、これなんか単語みたいなもので構わなくって、発言量の時間じゃなくても単語でも構わないし、投薬の条件が何でも構わないしっていうふうにちょっと抽象化してあげられてるんですね。なのでちょっとこういう抽象化したもので扱いましょうというふうに計算機的には考えています。で、そういうふうな上で先ほどの、同時に、働いているネットワークを見つけましょうっていうのは、ちょっとですけど、こういうネットワーク上で、同時にそのアイテムっていうものを持っていて、で、かつ大きなものを見つけましょうというような問題に、問題を変換をしてあげて、それで解いています。そういうようなちょっと、変換をしましょうということになっています。で、さらに計算機屋さん的な話なんですけれど、計算機屋さん的にはさらにこう探索っていうのはこういう、狩りを求めるのをいかに早くするかというのが一つの勝負なので、早くするためのなんか工夫をいろいろしてあげましょうということになっています。で、実際にそれで、
酵母なんかで実験をしてみたものを、ここに書いてあるんですが、まあ、ネットワークを、見つけてみます。ここではちょっと大きめのもの5つぐらいを選び出しているんですけれど、まあ、5つぐらい大きめのものを選び出してあげて、で、そいつらがどういう遺伝子がどういう、これは酵母に対してストレス、さまざまなストレスを与えてあげた環境下でのマイクロアンデータなんですけれど、どういう、環境で働いているのかというような、データを、まあ、抽出してあげるということを行っています。そうするととても大きな、相互作用や遺伝子があるようなデータからここが重要そうだよというような、まあ、人間が見える程度の量にこうデータが選び出されてくる、ので、まあ、こういうふうに解析をしてあげてこの解析の結果からさらに実験を回していくというような、ことを行うというふうになっています。まあ、実際例えばネットワークを実施してみると、まあ、こんな感じなんですけれど、とてもこう大きなネットワークの中の、中で働いているよ。例えば、この左側のネットワークは、ジアミド系のものを、投与した場合に、とても、遺伝子の働きが大きくなったり、あるいは、右下のこのオレンジのやつはヒートショック熱を与えるときにとても働きが大きくなる遺伝子になったりとかもするわけなんですが、まあ、そういうようなのをネットワーク上でこうちゃんとつながっていてかつ働いているっていう条件で持ってきてあげることで、まあ、そういう条件と働いているっていうようなことも、一体化をしてあげているとそういうふうに、なっています。で、まあ、それぞれ、出てきたものが、まあ、計算機上単に計算するだけなのでじゃあそういうものがバイオロジカルにちゃんと意味があるのかちゃんと脳内に知られているものなのかってことを確認するために例えば、遺伝子オントロジー GO なんかの情報と組み合わせてあげてあるいは TIC の情報と組み合わせてあげてそれで、どれくらいその脳内の情報と一致していますかということを確認をしてあげるというのが、まあ、計算的な実験をしない範囲での、確認事項なのでそういう確認を、してあげて、いきます。そうすると、まあ、それぞれのネットワークが、まあ、ヒートショックの場合にはちゃんと、働いているような遺伝子が取れてきていて、まあ、それらの遺伝子はすでに、レポートされているような情報 と、あるいは実験環境と合っているので、まあ、そういう、非常に整合性の高いようなネットワークが取れてきている。そういうようにして、解析としては、成功ですよというふうな主張を一生懸命するわけです。なので、この辺までは、この辺までは実験を全くなく、話を進めていくというふうになります。なんか、日頃実験をやっている方からするとって思うかもしれませんけれど僕らはそういうデータの大量のデータの中から面白そうな部分を抜き出してきてそれでその部分が生物学的に今のものが知られているかどうかということを確認をしてそれで、実際にまあ、いかにレアケースであるかというかいかにその今までの知識と合っているかということを確認をすることでの方法が合っている方法がいいかどうかということを調べるということをやっています。でもちろんこの先には、この中に知られていない遺伝子がいくつか含まれていれば実験をして確かめていくというふうになっていくわけです。で、そうすると、まあそういうのが今の僕らの解析例の一例なんですけれどそういう解析ところから生命科学へここから先持っていく必要があるんですけれどデータの解析っていうのはどうしてもここで今までお話したところで終了します。理由はこれ以上検証する方法があとはまたデータベースを調べていくしかないという、まあ、実験をしないという制約のもとでどうしても制約が生まれてきてしまいます。とはいえ、だんだんこのデータベースっていうものが増えていってくれるとそういう中で積み重ねて検証が可能になるので、まあ、実験をするのと同じぐらいな精度でだん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 、データベースの検索というものが出来上がってくるだろうというふうに、僕ら自身を考えてこういうふうにソフトを作っています。で、まあ、もちろん あと僕らからすると問題点としては予測結果が実はとても実験をするのが難しい予測結果だったりとか、遺伝子だったりとかするとなかなか実験に回らないわけなので、まあ、そういう意味での、限界ももちろん存在します。ただ例えば遺伝学なんかは、その300年前に3万年前に起きたことを予測するっていうのは最適期のしようがないので、
まあ、そういうようなものは 今でもすでに統計的な検証をしているので、まあ、こういう統計的な検証というものがデータを拡充していくことでどんどん増えていくというふうに、予測をしています。で、まあ、そのためにはやっぱり実験をしてデータベースを拡充していくというようなそういう信頼性の向上が必要になるので、まあやっぱりこう実験というものは僕自身は少なくとも重要視をしていて、どんどんあの新しい実験や新しい、そういう傾向が出てきてくれると、データが出てきてくれて、信頼性が向上していくということは必要だなというふうに思います。であと、我々のラボやっているちょっといくつかの例なんですけれど、これは現在の検索エンジンを、作っているという例で、まあ、僕らの診断情報というものがあの、まあ、医療お医者さんに行って診断をするときに、まあ、もっとマイクロアレイなりなんなり、もっと大量の情報が同時に取れる検査機器がどんどん出てくると思うので、そういう情報から、診断を、したいという、目標で、まあ、まず手始めにマイクロアレイなんですけれど、マイクロアレイの情報などから、診断の予後とかそういうものを含めて予測をするというようなことを、考えて技術開発を行っています。あとちょうど膨大にいるので投差関係のデータも扱っていて、例えば、ガイアチンに反応するような投差の構造はどんなのかというような投差の構造と、あとディスタンスの反応するような反応の例というようなものも、解析をしたりとかしていて、まあ、解析をしていくとデータが集まってきて、解析をしていくとさまざまな、解析結果が出てくるので、まあ、こういうところから、まあ、実験に回していけるといいなというふうに思っているという現状です。でまとめになりますが、まあ、データベースというものは、まあ、生命現象を何かスナップショットというような写真になっています。でこういう量とか種類がどんどん増えていっています。でそういうところから僕らは予測をするようなツールをどんどん作っていて、まあ、そういうものの例を紹介させていただきました。でこの先はやっぱり僕らは実験も重要だと思っていて、アノテーションも含めて重要だと思っていて、どんどんそういう量とか質とかというものが増えていって良、くなっていってくれると、だんだん統計的な検証ができてきて、まあ、実験と言わず、どんどん、計算機、実験、検証というものがこうどんどん早く回ってきてたんじゃないかなというふうに思っていく現状です。以上です。先生、どうもありがとうございました。情報屋さんの視点からの生物化例を交えながら大変分かりやすく話していただきました。でなんかせっかくの機会ですので、もし何か質問があれば、はい、あの生産の立場からして、はい、まあ、僕自身も、まあ、検査の解析っていうのをやってみると、はい、ジンオントロジーとかやってると、ジンオントロジーって既存の情報しか入ってないんで、既存の知識しか追検証しかできないっていうのが、はい、生産の立場として、それはやっぱりまだまだ解析が手法が足りないと、それともデータがまだ全然足りないって今の現状を見てどう思われますか？僕は両方だと思ってます。はい、あのデータ自身もやっぱり足りてなくって、それは生物の実験、どうしても実験できるものしかやらない傾向にはあるので、あの実験が足りないというものもあると思います。それに対して、あと解析側も、既存の知識があるものにしか当てようとしないので、今の向こうの例は交互で、あの本当によく知られているものでわざと実験をして何か見つけようとしていると、そういうその手法をやっている人の、まあ、限界みたいな部分もあるので、あのそこは両方されてないなというふうに思います。なのでその辺はどんどん成熟していく必要があります。そこはやっぱり実験屋さんに対してこう実験しましょうとか、はい、どういうふうに進めていこうという、僕はできるだけ実験の人に対して、実験をこういう実験をしましょうというふうにやったり、あるいはこういう予測があるんで、こういうふうにしましょう、こういうふうなことはどうでしょうというふうに思う、方にも、方に行きたいというふうに思っています。